皆さんこんにちは。改めまして早稲田大学3年の西島俊です。同じく早稲田大学3年の日渡かれんです。どうぞよろしくお願いします。さて、皆さんは早稲田大学と聞いてどのような学生生活を想像しますでしょうか。華やかなキャンパスライフを想像する方もいる一方で、まだイメージが湧かなかったり不安を抱いていたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。この動画では様々な早稲田生へのインタビューを通して早稲田生の学生生活のリアルをお届けします。きっと早稲田での学生生活が期待にあふれること間違いなしです。ぜひ最後までご覧ください。では早速実際の早稲田生の生活を覗いてみましょう。早稲田大学は日本最大級の5万人の学生数を有しており、大学での過ごし方は多岐にわたります。その中で今回はサークル、ゼミ、首都圏外出身、留学の4つのカテゴリーに絞ってインタビューを行いました。まずはじめにサークルで活躍する早稲田生です。パフォーマンス系サークルのブリリアントピンクスさんと、企画系サークルのウォーキンさん、そして文化系サークルの放送研究会さんにインタビューを行いました。どうぞ。早稲田大学商学部3年の初本さやかです。ダンスチームブリリアントピンクスというダンスサークルで幹事長を務めています。ブリリアントピンクスは早稲田大学で唯一の女の子だけのストリートダンスサークルで、主にヒップホップ、ガールズ、パンキン、ロックのジャンルを踊っています。年に2回ある単独公演と早稲田祭に向けて日々練習を頑張っています。ダンスサークルを探してた時にブリピンのインスタを見つけて、すごい魅力的だなって思ったので入ろうと思いました。試験期間の1ヶ月前ぐらいからは練習がなくなるので、その期間に集中的に勉強して勉強との両立を頑張っています。女の子だけならではのはっちゃけた雰囲気で、やるときはやる、遊ぶときは遊ぶでオンオフはっきりさせながら練習を行っています。大きいステージで多くのお客さんの前でパフォーマンスできたりとか、他のパフォーマンスサークルの方々と関わりを持つことができるのが魅力だなと思います。早稲田大学教育学部3年、三村大河です。早稲田大学公認企画サークルウォーキンでは幹事長を務めています。ウォーキンでは明日自慢できるバカをしようというモットーを掲げ、大学時代にしかできないバカなことや面白いことを会議を通じて考え実行しています。これまでにやった企画としては、年に1回の新刊名物であるマグロ解体ショーや、ヒッチハイカーを乗せている間しか動くことができない逆ヒッチハイク、コンビニ店員の名前でビンゴをするコンビニンゴなど、さまざまな企画を行ってきました。バカなことを真剣に考えて実行するっていうのは、大学時代、ひいては早稲田大学でしかできないとても珍しい経験なので、一生記憶に残る思い出がたくさんできたなと思っています。こんにちは。早稲田大学文化構想学部3年の井上元気です。放送研究会では代表を務めてます。放送研究会ではダンスやよさこい、チアなどのパフォーマンスサークル様などの講演において、映像、音響、照明のオペレーション、VTR の制作やアナウンスなどをやっています。そして早稲田祭では一番大きなステージである大隈講堂前ステージでの演出を行っています。一人一人がさまざまな楽しみ方で頑張っています。放送研究会でのやりがいは、自分がやりたいことからちょっとだけ興味のあることまで、いろんなことに挑戦させてもらえることです。また講演が成功し、依頼してくださった団体様が喜んでくれた姿を間近に目にすることができることです。一回一回の講演がより良いものになるよう、みんなで協力していく中で、和気あいあいとしながらも真剣に活動しています。いかがでしたでしょうか。ご覧いただいた通り、大勢のお客さんの前に立つこともできれば、裏方として早稲田文化を支えることもできます。この動画の撮影、編集およびアナウンスも、我々放送研究会が大学と協力して行っております。他にも学問、スポーツ、
音楽などの幅広い種類の団体が存在しています。500を超えるサークルと部活動の中からやりたいことがきっと見つかるはずです。興味を持たれた方は早稲田大学ホームページや団体 SNS をチェックしてみてください。またサークル活動を支える施設も充実しています。代表的な施設が学生会館です。団体の部室やフリースペース、トレーニングセンター、社室、さらにはスターバックスなど早稲田生の憩いの場となっています。教室を出ると大熊講堂や演劇、お笑いで使われるドラマ館などの表現の場も用意されており、これらの施設は早稲田生ならば誰でも利用することができます。続いて学業について見てみましょう。早稲田には13の学部があり、幅広い授業を履修することができます。3年生以降にはゼミや研究室に所属し、学生同士の対話も通して専門分野を深く研究することができます。今回は文化放送学部の早稲田生にお話を伺いました。どうぞ。早稲田大学文化放送学部社会構築論系3年の高橋京です。国家ダイナミクスゼミというところに所属しています。当ゼミでは、日本史の観点から日本社会の成り立ちについて学ばせていただいています。春学期の研究対象はもう日本史の最初の方の倭国と呼ばれていた時代の日本から研究を始めているという感じです。6月には、ゼミ遠足で横浜に行くという用事があって、でさらに9月には、2泊3日ですかね、でゼミ合宿に行くというイベントが結構いっぱいある感じですね。いや、授業が何個もある日はやっぱ授業100分だし、ずっと座ってるので結構疲れちゃうんですよ。なのでその自分にとっての息抜きとしてやっぱりお昼の時間があって、まあそこでまあいわゆる早稲飯というのがあるんですけど、自分はその中でも油そばがとても好きなので、そうですね、サークルの友達だったりとか、まあゼミの友達だったりとか、授業でできた友達とかを誘ってお昼休みを結構満喫して過ごしているかなという感じです。ゼミに入ってよかった点は、プレゼンをした後とかでもその先生が持っていて自分たちに持っていない知識を肉付けしていただけて、でさらにその後にもっとこうした方がいいプレゼンになるよみたいなのを優しく教えていただけるので、すごいゼミとして研究しやすい環境だなっていうのがゼミのいい点だなというふうに思います。今回は文系の学生にお話を伺いましたが、学部や学科によって学べる内容は多岐にわたります。ちなみに所属と異なる学部の授業を履修できる制度もあるので、興味あることについて学べる環境が整っています。早稲田大学は学業に関する施設も充実しています。こちらはキャンパス内の様子となっております。大規模な授業からゼミなどの小規模な授業まで対応しています。こちらは図書館です。多くの早稲田生が自習に励んでいます。さらにこちらは国際文学館、通称村上春樹ライブラリーと呼ばれる施設です。新国立競技場の設計者でもある隈研吾さんが手掛けた施設で、村上春樹文学に触れることができます。他にも博物館や歴史館などもあり、知識や教養を深めることができます。またインタビュー内で出てきた早稲飯とは、早稲田キャンパス周辺にある飲食店のことを指します。キャンパスのすぐ近くにいくつもの飲食店があるのは早稲田ならでは。数多くの早稲飯があるので、4年間を通していろいろなグルメを堪能することができます。ぜひ楽しみにしていてください。続いては首都圏外出身の早稲田生です。首都圏外出身という目線で早稲田大学はどう映るのか聞いてみました。早稲田大学人間科学部4年の平井しおりです。私は兵庫県の宝塚市から上京してきました。やはり上京してきたので友達作りが不安でした。しかし大学のガイダンスですぐに友達を作ることができたので、その不安は解消されました。私は入学した時がコロナ禍だったので、人の少ないキャンパスに驚きました。しかし早稲田祭や東門祭など
多くの人の手によって作られる行事を経験する中で、活気あふれる元気な早稲田大学を知っていくことができました。早稲田大学には東門会という首都圏外出身者のコミュニティがあります。地元ごとに早稲田大学出身の OB、OG の方々とフォーラムに参加したり、東門祭などのイベントを企画、運営することで交流を深めています。改めて、早稲田生の学生同士の交流が盛んであることが伝わってきました。他にも学生寮など、状況をサポートする制度が存在しています。不安に思っていた方もいると思いますが、安心して入学できることが伝われば幸いです。最後に留学経験のある早稲田生にお話を伺いました。留学や国際交流に興味のある方も多いのではないでしょうか。実際に聞いてみましょう。国際教学部3年の高野桃です。私は2024年5月までアメリカのフロリダ州に留学していました。私は留学先でメディアコミュニケーションについて勉強していました。アメリカのメディアがどのように社会問題を伝えて、どういうふうに見聞きする人に影響を与えるかについて勉強していました。誰も知っている人がいない海外で一人で生活していかなければならなかったので不安もありましたが、大学が以前留学していた先輩とかと同じ大学に留学する同級生とつながることのできるシステムを提供していたので、それでつながることもでき、不安も解消されました。多くの国から集まる人々と一緒に生活し、学んでいく中で、習慣の違いや考え方の違いを感じ、異文化間でのコミュニケーションにおける課題と解決方法について身をもって学びました。このように、留学を通して国際交流している早稲田生も少なくはありません。また大学の制度も充実しているので、留学しやすい環境が整えられています。早稲田大学の学費で留学できる交換留学制度や、夏休み、春休みだけの短期留学制度も整えられているので、他の活動とも両立が可能です。滞在は難易度が高いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は滞在以外にも国際交流の機会が早稲田にはあります。例えば数多くの国際交流サークルが存在し、また学生が主体となって運営している異文化交流センターでは、早稲田に来た外国人留学生と交流することができます。以上、4つのカテゴリーで早稲田生を紹介してきました。自分の目指したい早稲田生は見つかりましたでしょうか。冒頭に申し上げた通り、早稲田には5万人を超える学生が所属しており、今回インタビューに出てくれた学生とは全く異なる活躍をしている学生も多く存在しています。実は入学前の皆さんも実際に早稲田生と会うことができる機会もあります。どのような機会があるのか、入学後の1年の流れとともに紹介します。まず4月は入学式があり、ここで正式に早稲田生となります。その後学部ごとにオリエンテーションもあり、そこで学部の友人を作ることができます。新歓活動も見逃せません。サークルや部活動が対面で新入生の歓迎イベントを行います。こちらは今年行われた新歓活動の様子です。団体ごとに独自の新歓活動を行っており、いろいろな団体の人と直接会ったり、活動を体験したりする中で、自分の興味のある団体を見つけることができます。入学式や新歓活動を経て、いよいよ大学生活が本格化します。授業もサークル活動も対面で実施されるようになっているので、実際に皆さんの思い描くキャンパスライフを送ることができます。またサークル活動は講演などを通して年中一般公開されているものもあるので、入学前の皆さんも実際にキャンパスへ来て早稲田生と接することができます。定期テストも終わると8月からは夏休みです。ちなみに大学では夏休みは8月と9月、春休みは2月と3月と合計4ヶ月の長期休暇があり、短期留学など普段の学生生活とは違った活動を行うことができます。
また夏休みには高校生向けのオープンキャンパスが実施されます。オープンキャンパスとは、実際にキャンパスで早稲田生と交流したり、模擬授業を受けたりと大学生活を体験できるイベントになります。2024年度は8月3日から4日にかけて開催されます。ぜひお越しください。そして秋には大きなイベントが2つ開催されます。1つは早慶戦です。早慶戦とはライバル校である慶応義塾大学とお互いの野球部や柔道部などが部活対抗で競う伝統的な一戦です。野球の試合は明治神宮で行われるなど、規模の大きさも魅力の一つです。ぜひ一緒に早稲田を応援して盛り上がりましょう。もう一つが早稲田祭です。早稲田祭は早稲田祭運営スタッフという学生サークルが主体となって行われる国内最大級の学園祭です。こんにちは、早稲田祭2024運営スタッフ代表の佐又俊介です。早稲田祭は年に一度、早稲田キャンパスと富山キャンパスおよびその周辺地域にて行われる早稲田大学の学園祭です。昨年度はなんと約20万人の人が来場したと言われています。早稲田大学は日本最大級の学生数、そしてサークル数を誇ります。そんな早稲田で開催される早稲田祭は日本最大級の学園祭と称されます。早稲田には早稲田にしかない独自の早稲田文化というものがあります。サークルを中心にたくさんの人々が早稲田でしか作れない、早稲田しかない景色を作り上げています。たくさんの人の思いが集い、そして出会う早稲田文化の祭典、それが早稲田祭です。早稲田祭2024運営スタッフはそんな早稲田祭の運営を目的として活動しています。総勢650人を超える早稲田最大級のサークルです。たった2日間しかない早稲田文化の祭典を作り上げるために、私たち運営スタッフは1年間努力を続けています。インタビューや1年の流れを通して早稲田大学のイメージをつかむことができたでしょうか。早稲田大学の特徴は自由な校風と学生の多様性、そして学生活動を支える大学の手厚い制度です。やりたいことがはっきりしている方も、まだ漠然としている方も、早稲田大学ならきっと充実した学生生活を送れます。もちろん入学には試験を乗り越えなくてはなりませんが、少しでも力になればと思い、早稲田生から受験生の皆さんへ応援メッセージを集めました。早稲田大学は夢中になれることを頑張りたいと思えることが見つかる場所です。受験生の皆さん、大学生になったら楽しいことがいっぱい待ってるので頑張ってください。早稲田大学では早稲田でしかできない、他の大学ではできない経験がたくさん待っています。皆さんが早稲田で自分らしい大学生活を送れるよう応援しています。頑張ってください。早稲田大学には熱くなれることがいっぱい待ってると思うので、ぜひ早稲田大学で一緒に学生生活を送りましょう。受験生の皆さん、たくさんのことができ、たくさんの人と出会える4年間に向けて頑張ってください。素敵な大学生活を送れること間違いなしです。早稲田で待ってます。早稲田大学には早稲田にしかない、早稲田でしか見られない景色がたくさんあります。皆さんと早稲田で会えるのを楽しみにしています。以上、早稲田大学の紹介でした。この動画が少しでも皆さんの力になれば幸いです。皆さんと早稲田でお会いできるのを楽しみにしています。それではさようなら。